これはね、この、ここの腹の脂。これ糸より素晴らしい。今回この処理、なかなかな処理ですよ。この身の張り。なかなかこれね、いい魚の状態なんで、今全部おろして、このようにお刺身にできる状態の一歩手前までおろし身にして、まあこれはね、一応カサゴはここはね、怪我しないまず下処理をした段階で落としてます。このままね、唐揚げにしても美味しいんだけど、まあこれってどうしようかな、刺身にしちゃいます。で、この甘鯛もね、これ素晴らしいんですよ。で、ここお腹、ここの身の厚さだから、もうこれ、要するにここの、内臓とこのところブラシで取ってきちんと処理してるし、こう処理してる。で、油も入ってるし、身の締まりも素晴らしい。これ本当にいい処理してますよ。なかなかな処理ですよ、これね。これも今、ブラシで取りました。で、この油が素晴らしい。糸よりはね、本当に美味しい魚なんですよ。この糸よりはね、刺身でしてね、最高なんでね。まあ、釣りで糸よりが釣るときは、これ食って美味しい魚なんで、確かにね、甘鯛、これ超高級魚。これね、これは要するに赤甘鯛ってやつですね。赤甘鯛。まあ、黄甘鯛、赤甘鯛、白甘鯛ってあるんだけども、これ赤甘鯛ってやつですね。これ当然高級です。これすごく甘みがあって、いい処理をする。もう僕はもう一つ手を加えていい処理をして、明日の朝、お昼が切ればね、まあいい状態になるので、あれなんですけど、この糸よりの美味しさはね、ほんとピカイチなんで、ぜひね、糸よりをの刺身があればね、そういうのを買い求めたらいいと思います。さあ、早速、これをおろし身にしていきます。